最強で最高なものたち、どちらが強いか今となってはわからない。それでいいと思う、そういうことだから、あとはよろしくね。どこかで忘れていた、と僕も悪くもない、それでいいと任されていたから、やることもやるけどもなんとも言えない。たまには時間を作って好きなことをやろう。突然として好きなことってなんだろうと思う。毎日は予定調和で良い、特別なこともいいけど、毎日同じようなことが繰り返される。ようやく思い越しも上げられる。いつか始まればいつか終わる人生だから、投げやりはダメだ。超えると悲しみが起きる。何もないことは平和の証でもある。少しも退屈でない、自分のやりたいことにも限りがあれば、面白そうな案件が退屈な感覚も、忙しい毎日も自分が作り出すもの、大切なことはそっとね。別に続けていれば強くなれる。厄介なことがあれば経験を積むことで、昔難しかった過去も未来も、この時代を生きたものの証を楽しんでいこう。音楽も究極の一人遊びの戯れ、真剣に遊ぶことの重要性を知る。